おはようございます。ハワイトーコナです、今日は17日の、土曜日の朝でございます。むちゃくちゃ天気がいいです。今日はちょっと非常に天気がいいので、仕事ついでにコナの中心の方ちょっと探索しに行こうかと思ってます。ではでは。お疲れ様です。今朝の9時なんですけど、まだ9時前ですね。仕事の最初のアポイントが、10時過ぎなので、ちょっとビーチに来たんですけど、なんかめっちゃんこいい波が割れてます。ちょっと30分1時間ぐらい波に乗ろうかなと思います。うわ、めちゃんこ綺麗。結構いい感じですね。いいサイズで割れてます。土曜日なんですごい混んでるんですけど、ちょっと軽く波に乗ってから、仕事に行こうと思います。ではでは続きます。お疲れ様です。金亀に来てございます。実を言うと金亀に用はありません。別に実を言わなくてもいいですよね。ちょっと仕事の合間の時間調整で、時間ができたので、ちょっと、クリスマス色のですね、カイロアピア周辺をちょっとうろついてみようと思います。ちょっと雲が出てきましたけど、これもまたいい感じで、こちらが金亀のロビーのところ、ね、これから年末年始ご旅行される方も結構いるかなと思って、ちなみにJAL の臨時の直行便が出るんですよね。私2月あたりにちょっと免許の更新で帰らなきゃいけないので、ずっと続いてほしいんですけどね、なんか年末年始だけみたいで。はい、こちら金亀でございます。まあそんな感じで、ちょっとあっちのピアの方まで少し、ホロホロしようかと思います。いい天気です今日。なんかね、さっき車で向こうの方から来て気づいたんですけど、岸壁のとこ工事してるんですよね。通行止めになってました。はい、ここはおなじみの方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。金亀のふもとの ABC でございます。この金亀の横のこの大木、これ2、3年前にすごいバッサリ切ったような記憶があるんですけど、なんかもうモリモリに生えてるんですよね。すごい。はい、この大木の下に来ました。ほんとハワイ島のこの植物の生命力というか巨大さすごいですよね。はい、今ですね、金亀の麓の ABC の横の大木のところ、ぶっちゃけ言ってね、こっちの方を歩くことってまずないんですけれども、金亀ですね。ないんですけども金亀ですねって何言ってんでしょうね。ちょこっとだけ、ピアの方まで歩いていこうかなと思いますよ。毎週水曜日にね、巨大なクルーズ船が来るんですよね。あんなもんじゃないです。沖合に停泊して小さいボートでピストン輸送してるんですけれどもね。あー、いいですねこっからの景色ね。はい、金亀のふもとのピアのところのビーチに来ました。水とっても綺麗ですよ。ここでもこんなに綺麗。はっきり言ってここが一番多分汚いと思うんですよね。それでもこの美しさです。なんかあれ思い出すな、アイアンマンの水上パトロールボランティア。
ここね、あの金亀のふもとのここのところ、あの遠浅で、あの岩も少ないので、すごく安全にあのシュノーケリングとかできますね。やってる人いますけど、ただあのカハルーノが綺麗ですよ。カハルーノが圧倒的に綺麗です。フアラライがすごい綺麗に見えます。フアラライね、シャイマウンテンって言われてるんですよ。恥ずかしがり屋、あ、シャイってあの恥ずかしがり屋とか内気って意味なんですけど、ああやってね、てっぺんがいつも雲に覆われてるので、あの恥ずかしがり屋さんなんだそうです。内気な山。あそこが金亀で、実際あの水上パトロールやったのはこっちなんですけどね。カイルアピアでございます。いや、いいお天気です。このね、コナの中心地ですんで、多分水の美しさというのは、ここはあの、まあ、大したことないというとおかしいですけれども、それでもこの綺麗さなんですよね。本当とっても綺麗です。これね、至る所にあのサンゴを守りましょうっていうのがいろんなビーチにあるんですけど、あのぜひリーフセーフの、サンスクリーン、日焼け止めを使っていただければと思います。こちらでも売ってます。ここね、すごい安全なんで、岩もあんまりなくて、子供たちが遊んでます、お父さんと。はい、今ピアの反対側まで来たんですけど、わ、泳いでる人がいる。本当に工事してますね。こっち側歩けないよと。なのでちょっとどうしようかなと思ったけど、ちょっとこっちの方歩いていこうと思います。うわ、なんかこの辺歩くのってなんかほぼほぼ初めてに近いです。初めてってことないですけど、あ、ここあれですね、このベンチ、この緑のこのベンチはアイアンマンのフィニッシュラインの時に私が乗っかって上から撮影してたベンチです。ここがね、アイアンマンのあのフィニッシュラインなんですよね。この辺りね、全然違いますよね。そう、金亀の向かいのこのコンプレックスなんですけど、これね、誠司さん、日本のお寿司屋さんがここにございます。日本語でどうぞと。ちょっととりあえずあの先歩いていこうと思います。このね、至る所にあるこのブーゲンビリア、これすごい綺麗ですよね。私大好き。通行止めになってます。珍しいな。ちょっとこの先歩いていこうと思います。はい、こちらフィッシュホッパーのところまで来ました。ここ一生ありますね。一生ありますねって変だけど、あのいろんなレストランがやっぱりコロナの関係で結構なくなってるんですよね。あと変わったりとかしてます。でもここはずっと残ってますね。はい、こちら、老舗のフィッシュホッパーのところを通り過ぎました。ここにもね、巨大な木があるんですよね。ここの麓で写真撮影もおすすめです。はい、今巨大な木の麓に来てます。今工事中で通行止めになってるんで車がないというね、ちょっとなかなか珍しい面白い時に来たなと思ってございますよ。このカラカキュイジーヌっていうんですか、めちゃくちゃ混んでるんですけど、観光スポットですかね、行ったことないです。行こうかなと思っても夫さんが多分嫌がるだろうな、混んでるところ嫌うので。今この巨大な木の麓のちょっとコンプレックスのとこ来たんですけど、前ね、ここでお直ししてもらったことあるんですよね。サイズ直し、ビッグアイランドジュエラーズ、ちまちまっといろんな店が並んでます。こんな感じでね、道路通れないよ的な。この先にこれまたあのお寿司屋さんがあるんですよね。心、これ、ここも日本人の経営でございます。
このピアの前のところを、ここうにょうにょごちゃごちゃしてるんですけど、ここ入ってくるとあそこですね。なんか並んでます。はい、心さんです。すごい回転待ち、人が待ってます。すごい。あら残念、ここにね、あのすごい不思議なお土産屋さんあるんですよ。このアロハ骨董品店、ちょっとね面白いものがいっぱいあって、オーナーさん知り合いなんですけど、いないな。ピアでございます。あそこがあの謎のお土産屋さんというか骨董品屋さんです。なんか気分で適当に休んじゃうっていうのがすごいハワイチックなんですよね。はい、というわけで、木愛川協会のところまで来ました。あの先が ABC ですね。あ、クリスマスツリーまで行ってみようかな。はい、あの先からずっと歩いてきました。今この角のところにある ABC の前の、クリスマスツリーのところまで来ました。ちょっとね多分しょうもない動画かなとは思うんですが、まあ、年末年始、ハワイ島にいらっしゃる方もいらっしゃるかなと思って、ちょっとプレビューですね、コナンをちょっと珍しく徒歩で、ブラブラしてみました。今ですね KTA の横のガソリンスタンドに来たんですけど、ここね日本のカードも使えます。まれにね日本のカード使えないところあるんですよね。ちなみにこのカードスパッと入れてこう瞬間的にインサート&リムーブカードクイックリ入れて抜くですねのパターンです。結構ね日本のカード使えないところがあるんですけど、ここは昔試したことがあります。使いました。お疲れ様です。今度はですね KTA に来ました。ちょっとお腹が空いたので岡山でございます。お目当てはですねここでございます。嬉しい、おにぎりが非常にたくさんあります。お弁当ねあんまりちょっとあれなんですよね。どうしよっかな。いやでもやっぱりおにぎりにします。なんと鏡餅とか売ってますよ。1500円ぐらいする。いやでもこの辺は1000円ぐらいか。ちっちゃいやつは5ドルですね。高い。あ、お餅も売ってます。これ1年中売ってるんですけどね。北海道産のやつあったんだよね。ちょっと探しに行こう。ポッキーが売ってます。2.7 ドルぐらいするんですよね。いくらですか日本円で。結構ね日本のお菓子も売ってるんですよね。ハイチュウとか個人的に好きなのこれです。じゃがりこ結構ね売り切れが多いんですけど3ドルぐらいですね。400円ぐらい見つけました。これねお米コーナーにこれ前ね北海道産のなんとかってやつあったんですけど、この越後製菓のこれ 700g ですね。結構あるんですけどこれが14ドルです。ガビーン。お餅を買ったらこれが欲しくなってお汁粉作りたいなと思って。これね5ドルするんですよ。700円ぐらい悩む。ちなみにねこういうのがあるときはあの未成年のキャッシャーさんなのでお酒は買えません。あとねああいう風に品物を乗っけます。乗っけて、袋詰めしてもらえるので、マイバッグをお渡ししましょう。はい、KTA でお買い物をしました。パン粉と
お餅を2つと、あの高いやつじゃないですよ、安いやつね。あとあんこを3つ、あとなんだ、おにぎり2つ、あとなんだろう、あと何買った、ピスタチオ、それから赤いキツネを2つ買ったら、1万円しました。泣きそうです。はい、もう本当にどこまでもしょうもない動画ですいません。今日はねおにぎりです。明太子 2.25 ドル、赤いキツネが見えますね、あそこにね。あとこれですね、ツナマヨ 2.25、 この2つ、ランチです。車内で食べながらちょっと仕事に向かいます。お疲れ様です。ちょっと今物件を見に来ました。物件動画はちょっとまた後ほど別の動画でアップさせていただきます。お疲れ様です。物件を見てまいりました。はい、ちょっとこれからお家に帰ろうかなと思います。おにぎり食べたんでとりあえずお腹は減ってないんですけれど、洗濯機回したまんまなんでちょっと家事をしに帰ります。っていうかこのすっごいなんか空と海の境界線がものすごい綺麗ですね。 Lucky to live in Hawaii という言葉があるんですが、あのハワイに住めて幸運だなと本当に思います。ではでは、ウィリーが来ましたよ。Knock my girl! Knock my girl! Ah. Knock my! Come here, come here! ウィリーとアオちゃん、今日はあのラ族がちょっと出かけちゃってるので、仲間が寂しがってますね。はい。ウィリーとアオちゃん。仲間が突進してきてる。お疲れ様です。これククイの木です。ククイナッツ。はい、というわけで、本日はですね、まあちょっと本当にしょうもない動画ではございますが、カイルアピアノ、とても天気が良かったので、金亀から桟橋の方への、散策なども、ご紹介させていただきました。これから年末年始コーナーに来られる方も、それから、懐かしい方もお楽しみいただけましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた、ハワイとオコナから次の動画でお会いしましょう。良い一日を。ではまた。